仏門に入るために髪を剃る人スキンヘッドとは、低発した頭のこと。英語においてもスキンヘッドは低発した頭を刺すが、一般には、シェーブドヘッド、シェイブンヘッド、または、ボールドヘッドが用いられる。シェーブドヘッド、シェイブンヘッドは、髪を剃るという作業を施した頭を刺し、少し髪が伸びてきても良い。ボールドヘッドは、 基本的に自然と髪が抜けたために髪がない頭を刺すが完全に抜け切らなくても用いられる。スキンヘッドにする理由や目的は様々ある。江戸時代、僧侶、医者、俳句や茶道の奏章、あんまなどは髪を剃り上げるのが普通だった。また髪が抜けて、もはや貧相なちょんまげもを祝えなくなった待ち方の老人がさっぱりと頭を反ってしまう場合も多かったが、 武家はそういうわけにもいかず入れ毛などで無理やり曲げを言っていた。女盆の原因場を抑えられたら、重罪となる僧侶が遊郭へ登牢する場合、カツラではすぐにバレてしまうため変装用の衣装一式を貸すカッシー衣装屋によって同じくハゲ頭の僧唱や医者に変装することが多かった。僧唱頭巾や実徳に、着流しの僧唱姿か、脇差しを落とし差しにし、 気取った姿の医者か選ぶのだが、油切った不良坊主は、滑覆がよく風流な奏章姿が似合わなかったと、見えて、医者姿に変装するものが多かったらしい。川柳にも、中宿の内義を解けて、脈を見せ、船宿で化けやれと死の玉枠などと僧侶の女遊びを、からかった句が多く見える。また、特に職業として、 頭を剃るものは見た目を良くするためにハゲ頭を、それなりに丁寧に手入れした。まずウェインを出すために、植物油を頭に広げ柔らかい布で丁寧に、磨くというもので、硬くなった頭皮に、ツヤが出て、金属の表面のように見えることから、夜間頭などとも呼ぶ。若々しさを出したい場合には、頭に女性が眉積みに使う、藍色の絵の具を薄く塗りつけて剃って間もない反りこの、 ように見せるものも多かった。スキンヘッドメンバーの男性1966年頃、イギリスのモッズが分裂して誕生した。ここでのスキンヘッドとは完全に毛髪を剃り上げるのではなく、男性の場合は丸刈り、女性の場合は極端な単髪のことを指した。彼らがスキンヘッドと呼ばれ始めたのは1968年頃から。 この流行は1970年代に入るとしたびになるが1970年代後半においと呼ばれるパンクロックとスキンヘッドを結びつける活動によって再燃する1980年代に入ると低発にするものが現れ始めこれをスキンヘッドに含むようになったその後さらに細分化し1960年代の スキンヘッドカルチャーを続けている、トロイアスキンヘッド、白人史上主義のホワイトパワースキンヘッド、ハードコアパンクや、ヘビーメタルを愛する、ハードコアスキンヘッド、社会主義、共産主義のレッドスキン、同性愛のゲイスキンヘッドなど、多彩なスキンヘッドが存在している。スキンヘッドの意味具国語辞書ウィックド、EN、スキンヘッド新約聖書コリントの神徒への手紙1、ビーバー。 アントニー、アン・アグリー・カーニバル、ハウ・サウザンズ・オブ・フレンチ・ウィメン・アー・トリーテッド。アフター・ディ・デイ。ザ・ガーディアン、一瞬0261から3077 HT、https、www.seagardian.com、ライフンドスタイル、2009、零05、ウィメン・ビクティムズ・ディ・デイ・ランディングス・セカンド・ワールド・オー2019年11月5日閲覧。清原和弘。 スキンヘッドは薬物検査対策テレビ露出増加もまとりがマークとかないわけ。サイソウーマン2015年10月16日。ありがとうございます。